諸君、私はゲームが好きだ。その割にレトロゲーそんなに持ってないよな。まあ最新ゲームばかり遊んでますけど。最新ゲームも良いが、たまにはレトロゲーやろうぜ。いいけど、何遊べばいいのかわからないのよね。今日はスーファミの名作を15個紹介するから、ちょうどよかったな。なんだって、それを早く言いなさいよ。長くなるから前後編に分けるぜ。前半はザ定番で後半は少しマニアックなのも紹介しよう。じゃあ早速見てみよう。1作目に紹介するのは、スーパーマリオワールドだ。やっぱり最初はマリオか。1990年11月21日に任天堂から発売された、横スクロールアクションゲームだ。これ、確かアドバンスでスーパーマリオアドバンス2としてリメイクされてたよね。そうそう。リメイク前も後も名作だぜ。どういう特徴があるの？まずファミコンからスーパーファミコンになったことでグラフィックが向上した。今見ても綺麗なドットよね。配色もめっちゃいい。システムはスーパーマリオブラザーズ3にもあった、マップシステムの発展型だ。その後はマップシステムが当たり前になったわね。一度クリアしたステージに何度でも挑戦でき、しかもゴールは複数ある。それでルートが分岐するのか。分岐先に土管があって違うワールドに飛べたり、飛んだ先がクッパの谷だったりしてワクワクするんだ。それはワクワクするわ。スペシャルコースや、お楽しみコースなど特殊なコースも結構あったし長く遊べたぜ。一番効率がいいルートを探すのも楽しそう。また、後に主要キャラクターになるヨッシーが初登場したのも今作だ。ここからなのね。初登場時はふっ助かった。僕ヨッシーと自己紹介もするしな。ヨッシーに乗ると敵を食べたり、ジャンプが拡大されたりするよね。その要素も今作からしっかりある。あとは、甲羅を加えると甲羅の色に合わせて特殊能力が得られるとかな。例えば、赤甲羅は火が吹けるし、青甲羅はなぜか飛べる。本当になぜだ。飛ぶといえば、マリオの変身要素としてマントマリオが登場したな。これも飛べるのよね。助走をつけてジャンプすると一定距離飛べて、これでルート短縮したり隠しルートを見つけたりできる。ずっと飛んでクリアするとかもありそう。それができるステージもあるぜ。と、マリオのシンプルな面白さはそのままに、遊びやすくなって楽しみもパワーアップした名作だ。これはやり込んじゃうわ。2作目に紹介するのは、スーパードンキーコング2だ。ドンキーのアクションゲームよね。昔のドンキーコングとは別のドンキーが、横スクロールアクションで冒険するシリーズの2作目だな。これスーファミ名作スレとか、掲示板に毎回上がるよね。ボリュームにグラフィック、操作性、BGM、難易度すべてが良いんだ。スーファミのグラフィックって独特な良さがあるよね。今見れば独特な魅力だが、当時からすればすげーだからな。任天堂からはいろいろな横スクが出てるが、スーパードンキーシリーズの特徴は難易度だ。難しいんだっけ？カービィが簡単、マリオが普通だとするとドンキーは難しいに入るだろうな。敵の配置もいやらしいし、ギミックもマリオとかに比べると難しいのが多い。苦戦しながらクリアしていくカタルシスが楽しいのね。さらに、今作からディプシーという仲間も追加された。ディディは男の子で、ディプシーは女の子なのね。今作はドンキーがクルールにさらわれて、ディディたちが助けに行く物語でな。つまりディディが主人公と、ドンキーが主人公の時はディディが相棒だった。そこでディディの相棒として登場したのが、ディプシーだ。確かに相棒キャラと進むのはドンキーの醍醐味だし、新たな相棒が必要になるわね。設定的には、ディディのガールフレンドだぜ。カップルで行くのか突然微笑ましくなってきたわね。このディディとディクシーのコンビが使いやすいのも、本作が名作である理由の一つだな。さらに、やり込み要素もパワーアップしたしゲームバランスもよく練られてた。アクションゲームにはやり込み要素が大事よね。難易度も初見でも難しいけど、上手い人はクリアできる程度で、下手な人でも何度かやり直せばクリアできるちょうど良い感じだ。いわゆる死に覚えゲーになりすぎない程度に難しかったのね。理不尽さがない難しさなんだよ、そこが良い。BGM に関してはもう聞きに行ってもらうしかないが、どれもめちゃくちゃいいんだ。特にトゲトゲたる迷路は、屈指の名曲だぜ。グラ、ゲーム性、音楽すべて良いのかこれは文句なしに名作ね。次は、ドラゴンクエスト5天空の花嫁だ。ドラクエ5は少し知ってるかも。確か 3DCG 映画になって炎上してたよね。おいその話はやめろ。本作の特徴はいろいろあるが、特に大きいのはモンスターを仲間にするシステムと結婚システムだろうな。確か、本作は勇者という感じじゃないのよね。そう、勇者というより魔物使いでな。敵を倒すと、確率で、仲間になりたそうにこちらを見ていると表示され、仲間にすることができるんだ。戦闘に、仲間になるかもという期待感が生まれるわね。だから出会ったことのないモンスターが出ると、よりワクワクするんだよな。敵が仲間になるのっていいよね。あと結婚に関しては、プレイヤーが主人公の結婚相手を選べるんだよな。
ビアンカ派とフローラ派で論争が起きるのは知ってる。富豪の娘のフローラと、幼馴染みのビアンカの二人から一人を選ぶんだ。私は幼馴染みという思い入れもあってビアンカを選びそう。しかも、ドラクエ後は主人公の幼少期もあるからな。そうだったっけ？幼少期は父親のパパスとの二人旅で、青年時代の前半に一人旅を経て結婚し、今度は妻と子供と一緒に冒険に出るんだ。親子三代にわたってのストーリーなのね。そして幼少期から因縁のある宿敵ゲマを倒すために戦うんだぜ。こういうストーリーなのもあってか、幼馴染み属性って強いんだよな。だけど実際フローラ派も結構いるんでしょ？フローラは強いしないオナズンとか覚えるし。RPG においては大事よね、強さも。ただ、ビアンカは最初の仲間として城攻略で戦うし、幼少期にはすでに会っていたことがほのめかされるし。なんかもう、公式がさあビアンカを選べって言ってるようなもんなんだよな。そうなの？実際ノベライズとかの派生作品でも大抵ビアンカだし。フローラは結構後に仲間になる上に、フローラに片思いしている男も登場したりして、どうしても選びにくく作られてるような気がするんだ。それでも選んだ人には、強さというプレゼントがあるわけね。しかもルドマンというお父さんから、行く先々でアイテムがもらえるからな。攻略を楽にするならフローラって感じなのか。今はネットがあるから、リメイクとか移植とかでプレイする人は、強いという情報を見てフローラを選ぶことが多いらしいぜ。便利だけど自分で選ぶという醍醐味が消えるから、攻略情報見るのも考えものね。続いて紹介するのは、ファイナルファンタジー4だ。あら、4なのね。6とどっちを紹介するか迷ったが、4に思い入れが強いという人が結構多かったのでこっちだ。どうして4なのかしら？ FF が少しとっつきやすくなったことと、FF の全体的な雰囲気の転換点にもなったことかな。スーファミ初の FF というのも思い入れが強い人が多い理由だろう。これが初めての FF だったという人も多そうね。これまでの FF と大きく違うのは、ドラマ性の強いストーリーだ。これまでは結構王道ファンタジーな感じだったんだっけ？まあシナリオ面ではドラクエに近かったのかな。それが、今も FF の特徴として続く光と闇という雰囲気のシナリオになった。FF って光闇トーク好きだよね。キャラに明確な背景設定と個性がついて、ドラクエのような主人公はあなたですという感じじゃなくなった。RPG に慣れてない人からしたら、こっちの方がとっつきやすそう。他にも成長システムがオーソドックスなレベルアップ型になって、とっつきやすくなったな。いろいろな育成要素は慣れれば楽しいけど、慣れてないと難しく感じるよね。他にもパーティが5人とこれまででは最多になり、画面的にも楽しい。シナリオの演出にも力が入って、物語への没入感が高くなったのも良いところだ。ファミコンからスーファミになったってのを実感させてくれるよね、演出面は。ファミコンではハードスペック的に厳しかった表現も、スーファミならできるからな。次に紹介するのは、ロールプレイングゲームやったことない人も、OK。マリオと旅に出よう、ドラマを作ろう。でおなじみのスーパーマリオ RPG だ。何させてくれてんねん。ちなみに今のは、有名な CM ソングの一部だな。歌えないけどね、私たち。まあまあ。本作は、任天堂とスクウェアが共同で制作した RPG だ。マリオが RPG になったしかもあのスクウェアとという夢の作品ね。ゲームは斜め見下ろし視点で、戦闘とマップ移動にアクション性が取り入れられた。タイミングよくボタンを押したりするんだっけね。移動中ジャンプして隠しブロックを見つけたり、マリオらしさも全開だ。ストーリーってどんなんだっけ？いろいろあってマリオワールドに侵攻してきた鍛冶王の武器軍団を阻止することと、クッパ城に突き刺さったカリバーが降り注いだ際に偶然壊された星の世界スターロードの修復が目的だ。クッパが敵じゃないのね。その後の RPG シリーズでも、クッパがラスボスじゃないのは恒例になったな。共通敵を前に共闘したりして、なんだかいいよね。システム面ストーリーが楽しいことはもちろん、BGM の評価も高い。なんか戦闘曲が有名だよね。大武器ボス戦だな。キングダムハーツなどの音楽も担当する下村陽子作曲で、どの曲も高く評価されてるぜ。妙に耳に残る曲が多いのよねー。あと、スーファミとしては限界に近いくらいグラフィックが良いのも魅力だ。確かに、言われなければスーファミとは思わないかも。さらに、これまでの RPG より圧倒的に難易度が低いのも良いところかもな。CM でもやったことない人もって言ってるしね。そのため RPG ヘビーユーザーは、おのおの縛りプレイを楽しんだりもしてたぜ。今でもちょいちょい動画見かけるわ。ただ、スクウェアと共同開発なために版権がややこしくなり、登場キャラを別ゲームで使ったりするのが難しい。確かに、魅力的なキャラが多いから、スマブラとかに出ないかなと期待してる人も多かったな。リメイクも難しそうよね。ちなみに、このソフトを発売して以降は任天堂とスクウェアの関係が悪化したぜ。そうなの？
プレステが出たら、FF7 をプレステで発売したしな。任天堂からすると、ファミコン時代からスクウェアのソフトを独占的に出してたのに、64以来ソフトを出さなくなった上にライバルハードでキラーコンテンツが出されたわけだ。まあ面白くないし裏切りって感じてもおかしくはないわね。だからこのゲーム以降、少しずつ関係が悪化してったんだよな。それもスクエニになったことで少しずつ和解して、任天堂ハードでドラクエの新作や FF のリメイクが出るようになった。そして新作スマブラにクラウドやセフィロスが出るまでになったわけね。ということで、本作は任天堂とスクエアおよびスクエニの歴史上でも重要なゲームなんだ。仲が良かったことを示す証拠みたいなものだもんね。次に紹介するのは、星のカービィスーパーデラックスだぜ。スパデラだ。未だに愛され続けるカービィの傑作だな。いろいろな遊びがあって楽しいのよね。個人的には、カービィというシリーズの可能性を広げた作品だと思ってる。そうなの？カービィといってもいろいろでな。初代は難易度が低いアクションゲームとして人気になった。キャラも世界観も可愛いしね。その後夢の泉の物語スパデラと続編が出るわけだ。そうね。その中でスパデラは結構異質なんだ。確かに、オムニバス形式だもんね。春風と共にはチュートリアルでもあり、初代のリメイクでもある。洞窟大作戦は探索系。ダイナブレードは少し難しくなった正統派。本当にいろいろだよね。そしてボスラッシュのような格闘王への道に、スコアアタックを楽しむグルメレース。さらに、メタナイトの逆襲はストーリーが前面に押し出されているんだよな。カービィとしては珍しく、セリフがしっかりあるのよね。銀河に願いをでは、攻略順が自由という形式が採用されたな。そう思うと、結構後のシリーズに引き継がれてる部分あるわね。鏡の大迷宮がわかりやすいな。探索要素と自由度を引き継いだ作品だ。異質だけど、これがカービィの可能性を広げたってのは確かにそうかも。ここからは、堅苦しい話は抜きにあるあるを少し語ろうか。一番はあれでしょ、データが消えやすいことでしょ。さて続きをやるか。と思ったら、ドンってなるんだよな。ゼロパー、ゼロパー、ゼロパーって画面が少しビビるよね。他にもストーンでマッチョを狙ったりするよな。あるある。友達とプレイして口移しで少し気まずくなったり笑ったり。デデデと戦うシーンで、背景の観客の中にマリオとかルイージとかっぽいのがいるのが気になったり。小ネタが多いよね。洞窟大作戦の丈夫なお鍋を取るのに苦労したりな。メタナイトがくれる剣を即捨ててヘルパーにするとかもあるね。あるある満載の本作、やったことがない人はぜひやってみてほしいな。前半最後に紹介するのは、平成最高の作品に選ばれたクロノトリガーだ。曲は知ってる。多分霊夢が知ってるのは、風の道系火事の回廊かのどっちかだろうな。どっちも、私は黒の夢がお気に入りだぜ。とまあ、それは一旦置いておくとして。本作は、1995年に発売された RPG だ。ドリームチームとか言われてたんだっけ？ FF の坂口博信さんがエグゼクティブプロデューサーで、ドラクエの堀井雄二さんがストーリー原案だからな。しかも、キャラデザは鳥山明だ。これは確かに期待がでかくなるわ。制作は主にスクウェアで、発売元もスクウェアだ。制作のきっかけは、鳥山明と仕事がしたかったかららしい。単純明快だね。坂口さんによると、ドクタースランプを読んで高精細なメカが書かれていたのに感銘を受けて、仲間にロボットを入れるという案を取り入れたらしいし好きだったんだろうな。それはかなり好きじゃん。鳥山先生もロボ書くの好きな人だから、ノリノリで書いたらしい。鳥山ロボっていいよね。で、これまでは期待感について語ってきたが、このゲームが素晴らしいのは、膨らみまくった期待以上だったことだ。そうなんだ。まず戦闘だが、基本的には FF でおなじみのアクティブタイムバトルが取り入れられた。臨場感があるよね。そしてストーリーは、時間を旅して惑星に帰省するラボスを倒すという壮大な物語だ。しかも時間旅行というテーマを存分に活かしたサブイベントまであって、かなり細かく時間経過を表現してくれる。時間の凄さも残酷さもわかるよね。しかも当時としては画期的なマルチエンディング方式だ。確か、ラスボスに挑むタイミングでエンディングが変わるんだっけね。当然周回プレイが前提になるが、そこで強くてニューゲームだぜ。今となってはお決まりよね。レベルなどを引き継いだ状態で始められるから、周回プレイが苦にならない。初見で苦しんだ敵をボコボコにできるのは爽快感ありそう。ストーリーに関しては一番の魅力だから語りたいが、どこを語っても割とネタバレになるのがネックだな。時間テーマの作品って、大抵そうなるよね。そして、ストーリーと同様に本作一番の魅力が音楽だ。めっちゃいい曲多いのよね。中世に行くと流れる風の道系、古代で流れる時の回廊などのフィールド音楽がすごくいい。風の道系は、序盤だし初の時間渡航ということで盛り上がりがすごそう。しかもヒロインが消えた上でもどこに出るかわからないという状況で、
ペンライトにて非なるマップについて、そこで流れるからな。風の道景に思い入れが強くなるのも納得ね。古代の時の回廊も、空中都市に行って流れるというのがすごくいい。私が好きだと言った黒の夢はラスダンのマップ音楽で、ラスダンが現れる時に初めて流れるんだ。これも盛り上がるわ。他にも、ボス戦に、カエルのテーマ、ロボのテーマなどなど人気な曲が多いな。ゲームの雰囲気とのマッチがいいよね。個人的に、絶望的な未来で生まれたロボのテーマが底抜けに明るい曲なのが好きだぜ。これだけ語れるんだもん、平成最高の作品に選ばれてるのも納得ね。というところで、前半はここで終わりだ。今回紹介した中なら私はクロノトリガーが一番思い入れが深いぜ。だと思った。みんなは思い入れが深い SFC ソフトはある?みんなでゲーム談義しよう。よければ、チャンネル登録や評価もしてくれると嬉しいぜ。ご視聴ありがとうございました。